はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、キリンの、キリンビターズ、ほろ苦グレープフルーツチューハイ。ね、糖類ゼロ、アルコール度数 8% 高い、果汁が 2.4% ですね。果皮のほろ苦い味わい、ビターリキュール使用。原材料は、ウォッカと、リキュール、カッコ、ハーブ、レモンピール、グレープフルーツ果汁と酸味料、香料、甘味料、甘味料が入ってます。ね。まあ、なんか、良さそうだったんで買ったんですけど、どうだかはわかりません。ね。なんか甘くなさそうだなぁ、みたいな。乾杯。うわ。これはダメだ。ビターズ。これはちょっと甘味料の、あれですね。確かに若干苦いような気もするけど。でも確かに苦いね。皮。グレープフルーツの皮の味がする。これ、甘味料使ってるから、あれだな。糖類ゼロなんですけど、甘味料使ってるんですよ。ってことは、甘さの部分が全部甘味料。なので、なんか変な味の、甘味料の、味の、ね、あれが、すごいする。やっぱ糖類ゼロで甘味料使ってると、結局甘味料の味がかなり出ちゃうから。ねえ。まずい。まずい。まずいってほどまずくもないんだけど。なんかあれだね。キリンチューハイビターズが発売わずか1週間で年間販売予定の4割を突破。これ大好評らしいです。確かにまあ、ね。これで甘味料を使ってなかったら、すげえうまいなと思ったんですけど、まあ甘味料使ってるってことなんで、むしろ糖類をゼロにしないで甘味料を抜かして糖類ありにした方が美味しいかもね。これは苦さと甘さがいい感じにね、あれしていいかもしれないです。確かにコンセプトは非常にいいんだけど、やっぱ甘味料が、辛口で大人のチューハイって書いてあるんですけど、実際甘いんですよ。別に辛口っていうことでもないので、普通に甘い。甘味料の甘さなんですよね。でも、非常にコンセプトは美味しい。惜しい。ね。普通に確かにうまい、これは。
だからこの甘さの部分を甘味料の甘さじゃなくて、糖類の甘さにしてほしかったなぁ、という、ね、感じです。うん。ね、こちら、一応全種類買ったんですけど、これのグレープフルーツの他にもジンジャーテイストとレモンライムもあるんですよね、味がね。3種類あって。でもやっぱり甘味料の甘さがちょっとひどいですね。これダメだな。しかも、俺、これ 500ml なんですけど、これ。500ml しか売ってなくてね。この、グレープフルーツのやつはね。参ったな。うまくない。うまくないんだけど、コンセプトはいいからな。確かに。まあ、ね、見た目も結構、いい感じでね。なのはわかるんだけど、ね、やっぱり甘味料の甘さが非常に強い。でもこのグレープフルーツの苦味の味は非常に美味しいですね。非常に美味しい商品だけにちょっとね、甘味料がかなり足を引っ張ってて残念です。アルコール度数も 8% と強いんで、ね、結構いいなって感じはするんで、本当に残念。これは。これ普通に甘味料使ってなければ、多分5つ星いったんじゃないかな。普通にな。このうまさ。ただやっぱり、ね。まあ、でも売れてるってことはやっぱりそれだけ、で、うまい。ってことですからね。確かにこれは美味しい。ただ、俺はちょっと、ね、普通の人間よか、多分、甘味料に味がかなり敏感なのかな。この変なこの甘みっていうか、この、ね、ね。それが嫌なんですよね。この甘みと変な香りみたいな、甘味料のこの、これは残念。でも非常にね、これ、グレープフルーツのね、皮の良さが出てる。皮の良さが出てるというか、苦味、グレープフルーツの苦味っていうのが、非常によく出てて。ほとんどグレープフルーツをこうギューって絞った、ような、ね、皮の香りと苦味。がすごいよく出てるんで。これは非常に、まあ、甘味料嫌いな人はまあ、俺と同じだったらまあ、買わん方がいいと思うけど。でも、買わん方がいいっていうか、でもやっぱりちょっと、ね、この苦味は体験した方がいいかなということで、嫌いな人も一回は買ってみたら、ね、あーっと、すごいな。いう感じのね、苦味の体験ができるんじゃないかなと。思います。が、まあ、俺はちょっと、あれなんで、
ちょっとよろしくないなと。ちょっとよろしくないんで、もう僕はちょっと遠慮しとく。とりあえずもうこれでいいわ。でもこれ非常にコクがね、強くてね。チューハイにしたら別格なコク。うん。持ってますね。で、甘みが割とあるんで、甘味料の甘みでだいぶありますね。甘くないチューハイじゃない。で、香りも非常に強い。ただし、やはり、ね、残念なことに甘味料を使ってて、甘味料の味が大多数、ね、持ってっちゃうんで、非常に残念なんですが、5453です。これね、普通だったら、これ、甘味料が使ってなかったこれ、多分5つ星いってたね。俺の言う通りにして、糖類を入れて、甘味料をなくせば多分、これは5つ星だったと思います。それではご視聴ありがとうございました。